はい、どうもプラルでございます。今回もやっていきましょうということで、今回はですね、こちらのアカウントでやっていこうかなと思うんですけれども、今回はですね、こちら、前回ですかね、ユーザーランク1万達成ということで、その動画をね上げたと思うんですけれども、そのですね、1万の達成報酬として、プラチナチケットがゲットできるらしいので、ちょっと今回ですね、そちらのプラチナチケットをゲットいたしまして、ちょっと今回ガチャの方を引いていきたいなと思います。プラチナチケットね、かなりね、久しぶりなんで、できればちょっとね、被らないキャラクターが欲しいなって思うんで、早速ちょっとね、ゲットいたしましょうか。じゃあこちらですね、はい、ユーザーランクで、なんかね、アップデートしてからですかね、この達成のスタミナ全開か、スタミナ回復とか、あとはあれですね、ステージクリアの、スタミナクリアのやつもなんかプラスでね、表示されて、だからスタミナ回復したい時に、そのなんだ、まあいいや、それ後でやろうあれですね、まあいいや、そんなことではどうでもいいんで、じゃあとりあえずですね、こちら、ユーザーランクの達成報酬受け取ります。じゃあ行きましょう。ドーンと、はい、こちらですね、ユーザーランク1万た、に到達、プラチナチケットを1枚手に入れたにゃっていうことで、はい、ありがとうございますっていうことで、はい、さらにリーダーシップも1個くると、あ、これだ、これリーダーシップで、こちらですね、リーダーシップを使うと、スタミナ回復ということで、だからわざわざね、スタミナ回復するために、そのなんだっけ、このユーザーランクのね、あれを取っとくっていうこともしなくて済むんでね、これはでかいですかね。はいはい、では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 、こちらですね、はい、超激レア確定ですね、このじゃプラチナチケット久しぶりなんでね、とりあえずそうですね、本当に持ってないキャラクターが出てくれれば一番いいかなと思います。あわよくばですね、極猫祭とかの、黒御霊だったりダルターナとか、あの辺が出てくればね、ちょっと最高かなと思うんで、じゃあ1万ということでいきたいと思います。いきますよ、ドンドン。さあ頼むよ。はい、がーはい、猫アイス持ってるけど、まあいいか。はい、プラスに変えましょう。そんなもんだよなはい、ということで、あっさりと終わりましたね。はい、ということで、こちら、はいはい、ということでですね、とりあえず今回、プラチナチケットの方を回しまして、こちら猫アイスの方が出ましたということで、まだまだ限定キャラクターは出ないのかなと思うんで、ちょっと引き続きね、またプラチナチケット来たらね、購入してやろうかなと思います。で、あとでですね、一応1万達成したんで、所持キャラとかね、レベルとかどういう感じなのかっていうのをちょっとご紹介していこうかなって思うんで、次回、いつになるかわかんないんですけど、でもね、近々ちょっとやっていこうかなと思うんで、よかったら見ていただければなと思います。ということでですね、ちょっと最近忙しくて動画のね、頻度がちょっと落ちてるんですけども、ちょっとね、できる限り頑張っていきたいと思うんで、よかったらね、これからも応援よろしくお願いします。ということで、今回は動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。